現在5勝2敗スターカンファレンス3位の東レアローズと現在3勝4敗埼玉アギオメディックスの対戦です。日本代表の黒川が先週から練習も再開をして、そして今日今シーズン初めてこのメンバー入りを果たしました。復帰初戦が先発スタートになりました。楽しみですね。そうですね、すごい楽しみですね。はい、ライトから終始なるブロック、また佐藤でまたブロックにかけた。黒子と今大野がいました。しかも黒子選手ですね。黒子ですね、はい、しっかり前に出てました、はい、動かしてきますが後ろでもう一回シュナルブロックかけてアウトになりました。さあ埼玉上尾が追いつきました。8対8、3点のサーブ続いて、今は黒子のところだ。エース関は後ろ使ってきた。石川、はい、拾います。シュシュナルライン際はああ上尾のポイントになりました。一挙に点差を広げました。黒子です。すごいコースです。決まりました。サーブはやや手前になりました。佐藤うまく打ったストレート、佐藤優香がうまく打ちました。強いサーブで乱した。最後黒子のところかな。サービスエースで決めました。第1セット25対21、埼玉アギオメディックスが取りました。ミドルちょっと荒いですがなんとか奥に入った。そしてストレートは強烈、石川真由。8対4、ファーストテクニカルタイムアウトに入ります。レフトからクラン、手を出した山岸。さあ上尾がチャンス、また吉野、今度ストレートだー。1点差。クランコースに入った、よく拾います。ストレートー、これで追いついた同点。サーブ佐藤優香、ライト黒子、ストレートをよく取りました。そしてクラン、サーブは吉野です。無回転のサーブです。黒子拾いました。クランが来ます。そしてそのまま自分が決めて終わらせました。第2セット、今度は東レが取りました。セットカウント1対1です。レフト石川、遅れて山口拾う、2に来た、反応します。ライトから黒子だ。今のはよく決め切ったと思いますよ。はい、早いミドル使ってきた、拾った、返した関、そこで来たか。強気でいいですね。シュニャル、石川ディグ、関とシュニャル、関の勝ち。なんでしょうこの流れの、この切り替わりというか入れ替わりというか、ね、すごい。石川関、後ろから来た黒子です。木の上です。関は石川使って入った奥です。さあ第3セット、東レがセットポイントを迎えました。セッター井上サーブ、いいサーブだった。ネット際押し合いですが、ここは押し合い、井上が勝ちました。さあ第3セット、東レが大差をつけて取りました。これでセットカウントは2対1と逆転です。
寄った後ろからクランダブロック、ラリー続いて黒子決めました。トーレチャンス、クラン関動かしてきた井上、そして後ろだ黒子、8対6先行しました。トーレファーストテクニカルタイムアウトに入ります。トーレがチャンスで水杉上げた後黒子決めた、今のは力がこもっていました。そうですね、レフトにオープンで上げた堀江ブロック、ここで出ました1本、あー返した、これがチャンス、最後はクランできた、最後はこのクランで締めました。セットカウント3対1トーレが勝利を収めました。出だしはちょっと相手のペースに飲まれて自分たちのバレーができてない場面があったんですけど、中盤からしっかり修正して自分たちのバレーができたので良かったです。